空手の醍醐味っていうのは技術的なものだけじゃなくて技とかねそういうものだけ身を守るだけのものじゃなくして精神修養にも非常に役立つ要素が往々にしてあると思った方が。まあ、技に関しては本当にやればやるほど理解できてくるのでその意味で空手は我々の血、汗、そして文化です。佐久本都合です。1947年12月13日生まれ、72歳。道場は佐渡の方にあって、まあ佐久本空手アカデミー海外との。このまま隠しておいて、必ず後ろに逃げて。流英流流法会所属の喜友名亮と申します。やっぱり選手として今自分がいるので。新しい目標、オリンピックを優勝するっていう、まあ、目標が明確になりました。で今やっと流英流の特徴、よさのが沖縄の伝統空手として評価されているとか、決して型を変えてやってるわけじゃありませんのでね。で沖縄にはね昔からモアシビというのがある。モアシビというのは何かというと若者が昼間疲れてそしてその後男女が揃って歌ったり踊ったりその中から空手というのも生まれたというふうに私は思います。なぜならば沖縄の舞踊の中にはね空手の動きがたくさんあります。型の場合はどっちかというと禁止事項とか自分一人で対人組手の対人に対して型一人でパフォーマンスをするわけですよね。相手をそこに想定してるわけです。それは禁止事項も入ってるわけですね。抜いたら目にバーンって目に抜いてみたり筋的にパンって入ってみたりそういうふうな動作が往々にして入っていて勢いよく攻めるときは攻めるっていうこの部分が強いので、まあ、迫力はあると思います。武道の本質から型は外れていないこと。武道の質というのは必要最小限の動作をもって行うべしと型はねだから無駄な動きはしない。いつも先生もおっしゃるんですけど先生も宗家の中山先生から技は相手が攻撃する間もないぐらい一番の理由はですね、今や空手人口がですね、世界には1億3000万と言われています。で、そのマーケットを狙ったのがオリンピックに採用されたという大きな要素ではないかなと思いますね。そういうものがグローバルに広がって、まあ時としてもういい時期にね、オリンピックに採用されたんじゃないかなと思うね。だから沖縄にはそれはダメだとかあれをダメだとか今日本の全日本空手連盟が目指しているところはそこにつながっているところですよ。今空手は沖縄発祥っていうのもあって自分も沖縄出身なので、まあ、そこで、まあ、沖縄の空手今自分が学んでいるこの流英流の空手をオリンピックの舞台でオリンピックというのはやっぱり空手を知らない人たちも注目する場所になると思うので思いっきり戦いたいなと思ってます。